はい、メイチャンネルです。今日はですね、プラザパビリオンのね、スペシャルセットを食べに、ディズニーランドの方にやってまいりました。じゃあね、早速プラザパビリオンの方に向かいたいと思います。今日ね、天気良くて気持ちいいですね。はい、で行ってみましょう。はい、プラザパビリオンの方にやってまいりました。はい、スープもね追加されて、今とりあえず2品という状況です。エビフライとチキングリルも美味しそうですね。はい、整いました。あとは飲み物ですね。はい、こちらね、プラザパビリオンのスペシャルセット、1980円頼みました。はい、これがね、11月1日から12月25日までの、メニューとなっております。このね、ハンバーグ、まあ、ハロウィンなの、ハロウィンっぽい感じしますけどね。ハロウィン終わってもうクリスマスですけどね、そんな感じしますね。はい、じゃあね、早速食べていきたいと思います。いただきます。はい、じゃあ早速ね、食べていきたいと思います。まずね、ハンバーグ、クリームね、ソースをいっぱいつけて、デミソースですかね、いただきたいと思います。うん、うまい。すごいね、中ハンバーグの中すごいずっしりしてますね。で、このソースが絡まってめちゃめちゃうまい。このオレンジ色のソース、オレンジ、この紫色のソース見えますかね、何でしょう、味は全く分かんないんですけど。あとね、ポテトいただきたいと思います。うん、カリカリでピリ辛ですね、美味しい。このハンバーグのデミソースでご飯進みますね。はい、じゃあ続いてね、こちらのスープ飲んでみたいと思います。中に、お、中にね、なんだろう、これリボンみたいなのが入ってます。なんだろう、ペンネ、昆布とかじゃないですね、ペンネかな、昆布じゃないですね。いただきます。うん、めっちゃクリーミーだけど、なんか酸味がありますね。なんだろう、この赤いやつ、これがなんか酸味ある感じしますね。うん、もう美味しい、さっぱりします。これね、なんか昆布みたいな、ペンネみたいな、ちょっと食べてみましょうかね。見えます、これ、こんな感じ、リボン、リボンみたいになってる。いただきます。うん、ペンネっぽいです。美味しい。はい、ついでね、このデザート食べていきたいと思います。これなんでしょうね、なんかふわっとした感じの生地が見えますね。じゃあ食べていきたいと思います。サクッと、ちょっとね、ブルーベリー、ラズベリー、ブルーベリーみたいなのがあって、ちょっとね、うん、美味しい。なんだろう、バニラの味しますね。バニラムースっぽいですね。うん、美味しい。でもね、やっぱね、生クリームが最高です。またね、このベリーをつけたら味変わりますかね。うん、さっぱりして美味しい。
個人的にはこれと絡めたのが好きですね。美味しい。はい、このねハンバーグもね、このスープもめちゃめちゃ美味しかったですね。この赤身ね、あとこのデザート、はい、これでね1980円、意外とねボリュームあって男性でもね満足する量じゃないかなと思います。あとねドリンクがねワンドリンクつきますんで、はいはい、ごちそうさまでした。無事にね、今食べ終わりました。ちょうどね11時過ぎぐらいから並び始めたんですけどね、昼時ちょっと前ですけどね、まあ20分ぐらいで入りましたね。他のとこと比べると比較的空いてるのかなという印象がありました。今日はちなみに日曜日です。でね、ちょうどこれからジャンボリーミッキーなんかもね通るみたいで、ね、若干外だったらね、若干見えるかなっていう場所です。はい、まあお越しいただく際にはねぜひね試してみていただければどうかなと、思います。じゃあね今日の動画はこちらで以上になります。この動画がためになって参考になったという方はぜひね高評価ボタンと、下にねコメントありますのでぜひね気軽に残してていただければなと思います。あと概要欄の下の方に、ね、Twitter、LINE、Instagram やってますのでそちらねフォローよろしくお願いいたします。またねこういった動画をお届けしますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。またお会いしましょう。